どうも皆さんこんにちは、ふみです、おそらく初めましての方が多いと思います、どうぞお見知りおきください、実は少し前に生放送した時に紹介したモッドを案外知っている人が少なかったので、まあ今回はちゃんとした動画でそれを紹介していきたいと思います、ではまず導入方法から説明していきたいと思います、概要欄に貼ってあるリンク1を、開いてください、まあ開きましたら、そのページの左上にあるマインクラフトバージョンというところから 1.10.2 を選択し、一番上のインストーラーをダウンロードしてそれをインストールしてください。その後マインクラフトランチャーを開き、ランチオプションズというところからアットニュー、そしてレイテストバージョンではなくリリース 1.10.2 フォージというのを選択して、まあ適当な名前をつけて、まあ保存してください。あとは、このバージョンを選択し、マインクラフトを開けば、フォージのインストールは完了です。はい、次にドットマインクラフトを開きたいと思います。まあ、開き方がわからない方は、オプションズから、リソースパックのフォルダを開いた方が早いと思います。そして、まあ、開くとドットマインクラフトの中に mods というフォルダができていると思います。あとは、概要欄に貼ってあるリンク2に飛んで、マインクラフトピクセル兼 mod、のバージョン 1.10.2 をダウンロードし、ダウンロードした JAR ファイルを mods の中に入れればインストールは完了です。さて、この mod 何ができるかといいますと、まあ、オープニングでやったようなカメラの動きを自動でしてくれます。まず開始地点に立ち、スラッシュキャム P と打つと、まあ、初めの視点が追加されます。そして同じように、まあ2つ目の視点に立ちスラッシュカム P と打てば、2つ目のキーフレームが追加されます。まあ、いくつ追加するかは皆さんのお好みで決めてください。打ち終わりましたら、スラッシュキャムスタート、10S と打てば、まあ、カメラが動き出します。チャット欄が邪魔なようでしたら F1 を押していただければ綺麗に見えると思います。カメラの速度を遅くしたい場合はカムスタート 10S の部分を大きな数に変えればその分遅くなります。まあこんな感じですね。もし導入ができないまたは使い方がよくわからないという方がいましたらコメント欄にてお聞きください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。